田原翔一郎は、日本のテノール歌手。宮崎県の岡市出身。宮崎県立の岡高等学校卒業。1963年に、東京芸術大学音楽学部声楽科卒業。1966年に、同大学大学院オペラ科修了。同年の、第1回民音コンクール1位。第35回毎日音楽コンクール声楽部門2位。 同海外派遣特別審査会1位、松下賞受賞。1968年より、イタリア・ミラノのベルディ音楽院に留学。チェコスロバキア・プラハにて、ペーター・マークの指揮による、オラトリオ、アブラモとイザッコのアブラモ役として、レコーディングを行う。在洋中、ビオッティ国際音楽コンクール金賞、ロニーコ国際声楽コンクール第2位、メラーの国際コンクール第1位、 エンナ国際コンクール第2位を受賞。1971年に帰国し、帰国後は、マテキ、コジファントって、マルダ、ラボエーム、カバレリアルスティカーナ等のオペラに出演した。はたただしぶん、ゆいひ辻本健一、ナ川澄、佐藤忍等、数多くの声楽家の指導を行った。ありがとうございます。